はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。まもなく4時ですね。昨日書いたね原稿をねちょっと整えたりしてました。うわ、またゲップができました、すみません。まったりとした午後ですね。雨が止んだようなね、止んでないような、地面まだ濡れてましたね、さっき表出たらね。もう寒いんでね、暖房かけっぱなし。いや、もうこれ結構快適ですね。なんかちょっと嫌な感じですけど、寒くないというのはいいですね、ほんまにね。文明の利器です。はい、さて、まあいろんなニュース見てるんですけども、お隣さん、愉快なお隣さんのムンジェイン政権ですね、だいぶ苦しくなってますね。昨日も言いましたけども、支持率が4割を切っていると。左派層のコンクリートな支持率が4割あると言われてますけども、それをちょっと切り始めたという感じでしてですね、 37% 台 39% 台のあれが出てます。でこれね、愉快な大人さんって毎週やってるんですよ。まあ日本もね毎週やってる気がありますけど、でムンさんってものすごくですね、支持率を気にする方らしいです。というのは、もともとがポピュリスト政権というふうに、ポピュリズム政権と言われてます。ポピュリズムって何かというと、人気取り政権ですね。いわゆる国民の人気だけがですね、自分の政権のバックボーンとしているような人たちですね。だからですね、国民の機嫌を取る政策ばっかり取るわけですよ。例えば減税とかね。あるいは何でしょうね、まあ、一番簡単な減税ばらまきなんですけども、まあ、そういうことをなさってきたんですけども、まあ、いよいよですね、こう地金が出てきましたというか、もう最初から出てるんですけど、僕らが見ると、とうとう国内でもですね、まあ、ええ格好ばっかりして、きれい事ばっかり言うてきはったんですけど、いよいよ飽きませんでですね、4割切ってきたと。で、来年の4月にですね、ソウル市長とプサン市長やったかな、の選挙が行われるんですね。で特にソウル市長選挙はですね、負けられない。前の市長がですね、疑惑を追及されてですね、自ら命を絶たれたということで、で同じ政権与党から候補を出して戦うという選挙があります。これ負けますとですね、こう一気に対頂ムードが出てきてですね、ムン政権、まあ今でもレームダックみたいなもんですけど、ますますレームダック化して、まあレームダック化するのはいいんですけど、そんな後22年の春に行われます大統領選挙がありますね、ムンさんの公共を決める選挙、ここで負けますとですね、これもうえらいことなんです。もうとんでもないことになります。そこで負けますと、いわゆるムンさんの後継者が大統領になれなくて、今の野党保守系の人が大統領になると、もうムンさん間違いなくプリズンなんですよ。間違いなくプリズンで、チェミエさんとか趙国さんも、もうあの辺も一等も間違いなく全員もうまとめてプリズンなんですよ。まあ、だからこれ外国に逃げるとかね、いろんなことしながらわけですけど、まあすごい国ですね、ほんまにね。まあもうそれはもう誰もがもう確信するところなんですけど、まあ負けられないわけですね。負けられないからなんとかせなあかんって、でいろんなことを考えてあるようですけども、最初に考えはったのがバイデン政権とのあれですね、新しい関係を作りたいということで、こうそのバイデン政権、バイデンさん自身が同盟国重視ということを言うとられます。トランプさんってアメリカが良きゃそれでええやんっていう、そういう政策やったんですけど、バイデンさんは同盟国と一緒にね、問題に対処していこうねということでですね、まあ日本は同盟国ですね。でお隣さんも一応同盟国なわけです。でこの近しい日本とお隣さんという同盟国の仲が悪いのは不都合であろうということでですね、僕ら一生懸命に日本と仲良くしようと努力してんねんって、全然答えてくれへんのが日本やねんというアリバイ作りのためにですね、いろんな人をですね、よこしてですね、菅さんと面会をさせています。で、まあ、ちょろちょろと変な提案をしてきています。でそういう対日政策を取って、その次に北に対してですねムンさんの第一の政策はですね、北と仲良くすると、我々同じ民族やんということで、北と仲良くしてあわよくば統一しようというかお考えなんですけど、まあまあもうそれは無理ですね。で北と仲良くするためには東京五輪を利用しようということで、日本にちょろちょろ言うてきたんですけども、どうやらですね、そういう甘っちょろいことやってるようではですね、国内がよろしくないと。で国内ではですね、チュ、何回言うても覚えられへん、チュ
中美恵さんの法務大臣とですね、ユン・ソンヨルさん、ソンヨルさんというあの検事総長のバトルがですね、もう今やもう佳境に達してきましてですね、もうどっちがどっちの首を取るかっていう、あるいは両方首になるかとか、もうそういう世界まで入ってきてるんですね。でそれで明らかにこう部が悪いのは中美恵さんという法務部長官でしてですね、これがムンジェイン側ですね。で明らかに部が悪くて、どうもこっちの方がこう悪いことしてると、それがユンさんに追及されてこう不都合やからクビにすんやろうみたいな、そういう流れが国民に見えてきてですね、支持率が下がってきたと。でどうもこう自分たちの身内からどん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 不祥事が出てきてですね、なかなかそれが止まらない、去年の彫刻以来、もっと前から実はあるんですけど、まあ、いろいろとまずいことができて、あれですね、原子力発電所の疑惑も出てきたと。いわゆる書類を改ざんして原発停止を早めたんちゃうかと、それを検察に追及されているということで、まあ、いろいろ不都合が出てきて、日本と仲良くしてソウル五輪ちゃうわ、東京五輪で金正恩呼んでみたいな、そういうあのアホみたいなお花畑提案がをやってる場合ではなくなってきてるんちゃうかなと。もっとケツに火がついてるような状態になってですね、いやもう なんかなかったらいかんということで、こういう場合常にですね、お隣さんの政権が考えるのはですね、国民が一つになれるあの問題なんですよ。つまり日本は悪いやっちゃーという反日をキャン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 盛り上げると、これはですね、以外のお隣さんの国内もそうですし、北もそうですから、唯一そのみんなで賛成って言えるところなんですよね。それやそれやって言えるところで、そこで盛り上げるしかないということで、ちょっとですね、宗派を送ってきた日本に対して今後ですね、舵をキョンと切ってですね、俺は日本みたいなことをやり始める可能性もあるんちゃうかなと今私一瞬考えてるんですけどね。まあそのバイデンさん、アメリカがバイデンさんになってたとしてですね、その同盟国同士の融和とかっていうところが、そう、まあそんな悠長なことが言うておられないようになってきてるんちゃうかなという感じがしていきますね。まあアメリカちゃうわ、そのお隣さんの国内は毎週のようにこの支持率が出てきます。で今4割を切りました、鉄板と言われた4割を切ります。で過去最低という数値も出てきています。これがどん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 下がってですね、3割台の前半になると、 30% 台の前半になったりするとですね、まあ元がポピュリズムですからね、ムンジェインという方はそれ以外何もないって言ってもいいぐらいにポピュリズムな方ですから、その支持率っていうのはそのよりどころなんですね、この方の。でまあ国内ですね、あんまりいいことないんですよ。経済好調ですよ。そう、あの方の政策ではなくってですね、世界的にですね、愉快のお隣さんの会社が、いわゆるサムソンですね、サムソンが儲かるような雰囲気になってきたというだけなんですけども、それで割合好調で、輸出も好調なんで、ウォンも高くなってるというのが今現状なんですけども、だから当面ね、デフォルトはなくなっています、今のところ。この春ぐらい怪しかったんですけど、もう今はそのデフォルトの危機って去りました。一旦ね、一旦。で、今のところですね、経済、というか、まあ、貿易が好調というべきかね、国内経済はまあまあ、まあ、なんとかかんとかっていう感じで、ちょっとやばいかなっていう感じがしないでもないんですけど、輸出が好調です、簡単に言えば。輸出が好調なんで、今もまだ持ってるわけですよ。でも、そういってその政権基盤を揺るがすようなスキャンダルが次から次へと出てきてですね、それをどうもね、一生懸命抑えようとしていろんなことやってはるんですけど、支持率が下がるということはですね、政権基盤が危ういということなんで、下手したらまたですね、その反政府反政権デモっていうのが起こりやすくなるかもしれへんっていう、まあ戦々恐々としてはるわけですよ。だからこそ今こそ共通の敵もいるもんですね、我々ですね、がどんだけ悪い奴らなんやっていうことで、また国内盛り上がろうとするんでしょうけども、それを仮に反日へ舵を切った、今ちょっと融和的な姿勢を見せてますけど、反日へ舵を切ったらですね、今度はですね、外交がまずくなるんで、まあまあ言うてみりゃ踏んだり蹴ったりでもう追い込まれてますね、ムン・ジェイン政権。
来年、再来年の5月が任期ですけども、あと1年半ありますけども、これ、全うできない可能性がありますね、このままいけば。もうやること、出すこと失敗続きで、ただ単に、世界の経済動勢がサムソンに有利っていうだけなんですね、今ね、もなんとか持ってるのは。いやまたこれ、半日舵切ってこられたら、もう面白いことは面白いですけどね、僕にとってはね。まあでもそういうことはありえますよという私の推測でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。